ガンバ大阪のサポーターの皆さんへのお運びいただきまして、ありがとうございます。少しの時間挨拶しますで、今シーズンはというか、まだ前シーズンの最終戦からいくらも時間が経ってないような、そんなスピード感で僕の仕事をしてまいりました。サポーターの皆さん、ここにお越しのお客様の皆さん、パートナー法人の皆さん、ボーカルの人の皆さん、今年はオフの間で、例年以上のご厚情をいただいております。改めて、今日この場をお借りしましてお礼を申し上げなければならないと、まずはこの話をさせていただきたいと思っておりました。昨シーズン値上げの話をさせていただきました。大変心苦しく、大変控えていたんですけども、まず私の口からお話をさせていただきました。まずその次に、年間チケットをご購入していただいている皆様の熱いご理解をいただきまして、昨シーズンよりも1000名多いチケットホルダーの方々がお申し込みいただきました。値上げをしたにもかかわらずエスパルスをご支援いただく、その心の熱さを強く感じた次第です。この開幕戦もあと百数十枚で販売するところだったんですけども、そのメッセージを出せませんが、これだけ多くの方々が大変、大きな値上げにもかかわらず、お運びいただきました。それもこれも今シーズンにかける私ども清水エスパルスのチームの目標として掲げているトップ5という目標の達成を強く願ってのことだと思っております。ここまでですと、お客様とサポーターとチームが一体になった、クラブが一体になった、クラブだけなんですけども、この清水静岡の地にはプラスアルファがありまして、法人の皆様も個人の値上げだけに頼らせるのは申し訳ないということで、例年以上の増額をいただいておりまして、今シーズンをスタートするにあたって当初の予定以上の信用でスタートすることができました。これも重ねて、これを申し上げたいと思います。長くなりまして申し訳ありませんが、これを皆さんの紹介を私どもの力に抱えて、スタジアムでサッカーで地域の事業でベストを尽くして、今シーズン腰の引けた仕事をしない、チームもフロントも腰の引けた仕事をしない1年を走り抜けたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。